どうも長川修実です第16回ビーチバレー,ー川崎市長杯たくさんの応援ありがとうございました、えー、応援のおかげで優勝することができました大会後の振り返りの動画撮っていきたいと思います、まあ、去年もね優勝できて個人的には2連覇ということで非常に嬉しく思っておりますで僕普段の活動拠点は川崎マリエン大会会場があった場所になりますのであの普段 管理,管理棟っていって2つ棟があるんですけどあの管理のおじさんたちだったりあの交流棟っていって受付とかするねお姉さんたちとかいるんですけどあの皆さんにも喜んでいただけて非常に嬉しく思っております大会終わった後昨日か火曜日マリエンで事務したんですけどもう全力でアピールするためにあのメダル引っさげて <laughs> 昨日もマリエンに行ってきました非常に喜んでいただけたみたいで僕も嬉しく思ってますあの長谷川君川崎市長杯は調子いいねって言われてるんですけど 僕も記憶の中でも結構優勝してる回数が多くていつもやっぱ慣れてる砂とか慣れてる風になるので戦いやすいかなとは思うんですけどみんなが喜んでくれていつも以上に喜んでくれて非常に嬉しく思っておりますで試合の振り返りなんですけどそうだなまあ今回黒川ディランと初めてビーチバレーしましたで大会期間前か前も数日34日か 一緒にボールかわしたんですけどこれぐらい短いスパンでしかボールを触ってなくて、まあ、比較的トップカテゴリーの大会に出ることはなかったのでちょっと不安もあったんですけど無事勝って,てよかったですね、まあ、サテライトのね南アワジも足立とはほぼ1日しか合わせてないって言ったんですけど、まあ、サテライトと JBB シリーズってなるとちょっとこっちのレベル高くなるので厳しい戦いも強いられるかなと思ったんですけど。 勝てててかっったと思ってますやっぱりねあまり組んでない人と組むとボールのつなぎとかコンビの部分がうまくいかない部分が多いのでそこは試合の映像を見て僕としてはまだまだコンビが合ってないなっていう部分が多いのでこの後もね松山大会も彼と出ますのでそこはまた数日練習できますのでコンビの方を合わせてていいきたいなと思ってますねそう考えるとやっぱお祭り男スマ大会のお祭り男はやっぱ2月3月一緒に 体験出たりしてるんで、まそこの差が出るかなと思いましたね。二、うん、人のつなぎはそんな感じですかね。<laughs> ま試合に関しては、ま一回戦が松井今井。二回戦準決勝が立谷石川。で、決勝戦が庄司マーティンということで。まあ、決勝戦はフルセットの激闘だったんですけど。 比較的僕がサーブで狙われることが少ない大会だったのでどうやってゲーム作ろうかなと思ってたんですけど正確な数字はまだ出してないんですが映像をこうね動画編集してる限り僕の決定率は結構低くてそこはちょっと自分としては課題かなと思ってるんですけどその代わり効果率っていう僕のミスの部分ミスの部分は少ないと思ってます多分。 見なくてても編集してる部分で、ね、僕がこの自分でネットにかけるとかブロック止められるとかアウトを打つという攻撃のミスは少なかったので、まあ、その部分の吐き出しがない分、まあ、ゲーム作れたかなとは思ってますね。あとはそこの部分が実際にこう得点ってなると向こうに1点入らずにこっちに1点入るっていう状況なので、まあ、2点分の働きでだいぶゲームだったり最終的なスコアも変わってくるんじゃないかなと思ってるんで、まあ、そこは。 数少ない得点チャンスをしっかりものにできるスキルっていうのをまた意識して磨かなければいけないですし、まあ、実際にこう打つスキルもそうなんですけど、まあ、選択どういうチョイスをするかっていうのも僕は技術だと思ってるんで、まあ、そこも磨いていかなきゃいけないかなと思ってますね。まあ、久しぶりりりに若いいいととと組んんでで、まあ、やっぱりその揚げ場さんとか、まあ、お祭り男とは違う、まあ、いい意味での 若さの勢いいはあるかなと思いましたね、まあ、それが良くもあり悪くもあるんで、まあ、そこが自分自身でね整えられるとその海外のトップ選手みたいに若くしてトップ先生に入れるような選手になるのかななんてのはね自分の記憶と辿ったり、まあ、彼のプレーを見てて思いましたね。もちろんものすごい得点する時もあるんですけどやっぱりどうしてもミスを吐き出してしまう部分もあって。 どういうふうなことを考えているのかななんて思いながら僕もできる限りのことをするしかないので点数を取,れ取ってる時はいいんですよ別にそんな気にしなくてただミスが重なった時にね自分に何ができるかなっていうのは常にこう自分に問いながらそして彼にも聞きながらゲームは回してました僕はトスを上げるしかないのでトスを上げてしっかりコールをしてあとは彼に委ねるしかないのでそれ以外に じゃあ相手はどういうディフェンス体験を取っているよとかまた攻撃のアイディアを提供したりとかそれぐらいしか僕はできなかったんですけどそれをやめなかった続け続けたことが、まあ、勝ちにもつながったのかななんて思ってますね決勝の3セット目も6対10で負けている展開、まあ、そもそも2セット目か2セット目に13対8で勝っているところから1513。 7連続失点してるんで、まあ、そこだったりその最後の、まあ、そういうことがあるけれども3セット目に6対10から最終的に1511までいってるんで、まあ、そこでも僕らが連続得点するっていう、まあ、爆発力もあるってことで面白いなと思いましたね一緒にやってて僕は自分が若いところそうだったかはちょっとあんまり覚えてないですけど、まあ、でもいい意味でも悪い意味でもこの勢いっていうのは。 なんか武器にもなりますのでそれをうまくね自分で自分を理解してコントロールできるようになるともっと楽しくビーチバレーできるんじゃないかなと思いましたねやっぱりどうしてもミスが続くとなんかイ,ラつイラつくじゃないですか人間なんで僕は <laughs> ミス出してる方じゃないんでねどうやって助けようかなって考えてましたけどなんかこうゲームを戦う上でどう心を整えて今の自分を発揮できるようになるかってのがなんか。 課題ななのかなと思思っったし、まあ、僕は勝手にわけですよ本人は言ってるわけじゃないしチームが言ってるわけじゃないし僕は勝手に思ってるんですけどだし自分自身もねじゃあそういうミスが連発してなった時とかにどこに自分の,その思考を置いといて適切な選択をできるようにするかっていうのをなんかいつ自分がその立場になるか分からないから改めて考えさせられる機会になりましたね。まあ、ゲームの中で僕がブロックに行く場面も 増やしたんですけど、まあ、一番は彼にこうやることを絞ってもらった方がいいかなと思う部分もあって僕ブロック行く場面もあったんですけど、まあ、そこも、まあ、ゲームを勝つというね部分に関してはいい選択ができたのかなと思ってますね、まあ、僕はあの僕のファンの方ご存知かと思いますがディグにもこう能力を上げたいっていことで能力伸ばしてますけど、まあ、とはいえねゲーム勝たないと先ない我々の業界ですから。 勝利が全てなないいでですすからね我々の業界はそな甘くないですだから、まあ、勝つっていう選択をするゲームっていうのはもちろん勝つことが目的であるじゃないですかだから勝つためにどういう選択をするかっていうのも今2ブロックっていうシステムを組んでるんで選択肢が増えてる中でいい選択をできるようにしなければいけないですし今回はできたのかなとは思っておりますプレーに関してはそんなな感じかな試合以外の話なんですけど。川崎市長杯で 今回もたくさんの僕のファンの方来ていただけて本当に嬉しく思ってますあの貴重な休みの時間をね僕の試合に使っていただけるのはあの本当に嬉しいですねあのふれあいブースにも集まってくれましたし表彰式の後もみんな待っててくれてあのめちゃくちゃ嬉しかったですで配信の方でも、まあ、僕のファンの方はね我々で占拠しましたって言ってくれてたんですけど、まあ、なかなかねこののバレーボーボルの 人口そんなにこうネット民が多い人口じゃないのかなって僕は思ってるんでもう V リーグのね配信とか見てないから分かんないですけど YouTube っていうコンテンツってやっぱチャットとかコメント欄で遊ぶもんなんだなっていうのは最近理解してましてその中で僕のファンの方がねこうワーッてやってくれてるんであのめちゃくちゃ嬉しいですう、ねまあ、新しいことななかなか始めるのは難しいんですけど僕のファンからろ 生み出していけたらいいかなと思ってますのであの皆さんぜひ今後もご協力よろしくお願いします大会のお話は以上ですかね次はね今週末あの静岡県の清水市で清水市静岡県静岡市清水区かの清水駅前でビーチバレー第5回のビーチバレー清水カップが開催されますこれはねあの告知してた通りお祭り男が出ますのであの駅前でアクセスいいですしぜひ 会場にに遊びに来てくださつ妻大会でねあの客を浴びたお祭り男ですけども僕とお祭り男が組むのは多分今年はこれが最後になるかと思いますのであの生でお祭り男見たい方お祭り男を水長谷川見たい方は <laughs> ぜひ会場に遊びに来てください今日の動画は以上になります今日の動画がいいと思った方はぜひとも高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますで今日のの動画の感想コメント コメント欄にぜひお願いします。僕必ず読みますし、必ずお返事書きますので、ぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ではまた。